ここはそなたの庭か？そなたの庭ならば私は謝らなければならないな。なるほど。このような良き天気の日には昼寝としゃれ込みたくなるような素晴らしき庭だ。しかし私の記憶が確かなら、ここは天下の公道だ。そなたはひき肉になりたいのか、あるいはすでにひき肉なのか、どちらなのか教えてほしい。なるほど、まだひき肉ではなかったようだな。非常に衰弱しております。あと、記憶障害の可能性が高いですな。CT を見ないことにはわかりませんが、脳にダメージがある可能性もあります。ダメージ程度で済んで、大いに結構でした。あそこであのまま寝ていれば、それどころでは済まなかったでしょうから。ですな。いずれにせよ、大きな病院で一度見せた方がいいでしょう。ありがとう先生。この件は内密に。これはわずかですが、往診のお車代に。わざわざ他言はしませんが。あ、いやいや、こんなにたくさんいただくわけには。おや、起きていたのですか。具合はいかがです。まずは私の自己紹介から。私は八条育子。親しげに育子と呼んでくれても、他人行儀に八条さんと呼んでくれても構いません。八条家はこの辺りではちょっと知られた大地主の名家。出来のいい兄たちと違い、私はどこかずれた変わり者。いろいろと悪さが過ぎまして、とうとう親たちからも愛想を尽かされて追い出され、今はここで蟄居をさせられています。趣味は推理小説を読むことと、そして書くこと。年は秘密の独身女。心は女子でも、そろそろそれを語るにはおこがましいかなという年頃です。それでそなたの名前は？何か名前以外に覚えていることは？年？私の年は秘密です。私が18歳に見える？ああ、そなたの年齢ですか。やれやれ、世辞が過ぎると思いました。
なるほど。そなたは18歳というわけだ。そしてそれ以上のことは何も覚えていないと。では、そなたが自分の名を思い出すまで、18という年にちなみ、18と書いて、東野と読む名前を与えましょう。八条東野。いかがです？ん？なかなかかっこいいです。字が自賛。おはよう、東野。昨日はひどい嵐でしたが、よく眠れましたか？おやおや、どこまで読んでくれたのですか？これは驚いた。あの量の原稿用紙を一晩で読み切ったというのですか？どうやらそなたは速読の心得があるようですね。して、どうでしたか？感想は。いや、なぜ謝るのです。驚いています。そなたの的確な感想は、賞賛に値するでしょう。そなたはどうやら、批評家か、あるいは推理小説作家の才能があるらしい。
そなたには見せています。無論出来のマシなものに限りますが。私の作品などプロには通じぬ。一度送ったことがあるがさっぱりダメでした。私には分かっています。こんなもの素人の道楽です。大飯ぐらいが良き料理人になれるわけでもない。推理小説を読み散らすことが良き推理小説家であることを保証するわけでもない。そういうことです。だからこんなものは道楽に過ぎません。かつては楽しかった。かつてはそなたに感想を得ることが楽しい。とりあえず一章を書き終えました。お茶を用意させるのでまた読んで感想を聞かせてもらえませんか。しっかり今頭痛薬を。かようにして我が黒首とおきたんは幕を閉じるのである。亮、どうであるか。そなたのプロットを生かしつつ最後に辻子の秘伝をもう少し厚くしてみました。トーヤのプロットがあればこそです。この作品の前には私がこれまで書き溜めた原稿など塵紙の価値さえない。書きながらも私が世界で一番最初の読者であることの興奮、こんな経験は初めてです。もしもし、書斎にシャンパンを持ってきてください。グラスはあなたの分も。これまでで一番の作品が仕上がりました。お祝いしましょう。聞こう。そなたの話すアイディアなら
シャワーとトイレ中でなければいつだって耳を貸そう。そうでしょうか。過去にもそう思い投稿しましたが、結果は。私とて、そなたの才能を確信しています。当夜のメジャーデビューを祈って。おや、起こしてしまいましたか。